皆さんこんにちは、高谷ウェイクチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは早速技の解説に参りましょう。アプローチではしっかりと波の外に出て進入角度を決めてターンを行いましょう。ハンドルを体の中心でロックしてラインテンションを感じながら綺麗なエッジングでアプローチを行いましょう。波の踏み切りと飛び方では体の重心が板の中心にあることをキープしましょう。これがずれてしまうと真上に飛ぶための力がうまく使えず質のいいエアーになりにくいので気をつけてください。そして波を最後まで登り切ってしっかりと抜け切りましょう。真上に高さのあるエアーを意識して飛びましょう。回転動作でまず気をつけることは早回しをしないように気をつけましょう。早回しをした時点でエアーの上昇が止まり低空でライナー軌道になりやすいです。技自体のバランスも悪くなり危険度や体への負担が増えてしまいます。なので波を抜け切ってから真上に飛び上がるまでしっかりと待ち、そこから回転動作を行いましょう。そうするとエアーの軌道は高くなり滞空時間も増えトリックを行いやすい状態になります。着水までの余裕も増え危険度や体への負担も軽減されます。ハンドルワークでは体の中心でしっかりとテンションをキープして体とハンドルが離れないように回転動作を行いましょう。着水地点を確認したらそこに合わせて回転力の強弱の調整を行い、ライディングにつながるテンションキープでハンドルワークを行いましょう。着水では体の重心がボードの中心に来るようにバランスや姿勢を整えて着水を行いライディングしていきましょう。ビタ着ができなくてもメイクするためのリカバリー動作やハンドルワーク、エッジングでしがみつきトリックを決め切りましょう。また着水の衝撃で怪我をしないように体全体をしっかりと使い屈伸動作や滑り抜けを行い衝撃を逃がしましょう。簡易ではございましたが説明はこれで以上になります。あとはご自身の技量とコーチや友人と相談や研究をしながら安全に練習に取り組んでください。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。